バリポリの戦いにおいて、ヘレス岬へ運搬船、リバークライドから上陸を行う様子史上最大の上陸船であるノルマンディ上陸作戦上陸船は、近代戦争における戦闘形態の一つである。この戦闘を計画として作戦に起こしたものを水陸両用作戦という。一般的には、敵の支配下にある陸地へ海などの水域を越えて、 進行を試みる作戦の実行に伴って発生した戦闘を主に指す南山の戦い一死における陸兵上陸の図海軍軍令部基本的に上陸戦は野戦のように偶発的な遭遇により発生することがある戦闘形式とは違い交戦者のいずれかの陣営が意図的に実行しない限り発生しないものである発生の経緯は 敵の支配下にある陸地へ何らかの理由により水域を越えて侵攻する必要が生じ海岸線、川岸などの支配権を奪取することを目的に味方の陸上戦力を送り込むことから始まる。その規模や方法は目的に応じて様々であるが主に次のようなものが挙げられる。これは海岸や川岸を守備する敵の正面に味方の陸上部隊を送り込み 敵の沿岸防衛網を殲滅して強引に自軍の支配下に収め、その地における支配権を確立しようとするものである。通常は大規模な陸上戦力を投入し、支配下に置いた海岸を足掛かりにして、さらに内陸へ攻め込む計画や小さな当初であればその当初の奪取及び、それに引き続く次の進行計画が準備されている場合がほとんどであり。 戦争の行方を左右するような大規模なものが実行されることもある。よって上陸地点の選定にあっては、次の計画に向けて迅速に共闘歩などの兵坦機能を持つ拠点の確保が必要となることから、敵が強力な防御網を敷いていることが分かっていても、後続部隊の活動の利便並びに引き続く進行に必要となる大量の武器、弾薬、 食料などといった物資の陸上げなどの事情を考慮して決定しなければならなくなる。そして、その性格上、攻める側は敵の支配下へ最も不利な条件で乗り込む形になり、さらに守備側が上陸可能な地域に強固な戦闘陣地を築上している場合は、上陸の時点において激烈な戦闘が発生し、多数の死傷者が生じることが明らかであるため、 十分な数の地上部隊が確保され、十分な火力支援が行える体制でない場合は、沿岸の拠点の確保はおろか、海に追い落とされる可能性すら出てくる。戦士に刻まれる著名な上陸船のほとんどは、この敵前強行上陸であり、特に戦士に残るような上陸地点における激烈な戦闘が発生するのは、この敵前強行上陸に対して、 守備側が一歩も引かない防御を行った場合である。また、近代戦ではないが、現行における、公安の役で元軍が、日本側が気づいたボールを避けて市賀島に上陸する、際、これを予想して迎え撃つために待機していた、日本側の大軍との間で発生した戦闘もこれに、該当する。これは、事前の調査によって、敵がいない場所に、陸上部隊を送り込むものである。 偵察や破壊活動などを目的として、小規模な特殊部隊によって遂行される、コマンド作戦など、少数の兵士が闇夜に紛れて、海岸線まで小さなゴムボートで侵入を試みる場合などで採用されることが多い。この場合は、特に艦砲射撃などの火力支援が行われることはなく、上陸地点付近まで潜水艦など音密性の高い艦船で輸送され、 目的を果たした後は、速やかに引き上げてしまうのが常である。また、北朝鮮の拉致作戦やイスラエルの要人暗殺作戦のように、テロとの区別が曖昧な作戦が行われることもある。しかし、敵の巧妙な兵力の隠蔽により敵の守備戦力を見誤ったり、調査後に敵の兵力が作戦予定地点に移動してきたりなどの理由により、 強力な敵の抵抗に遭遇してしまうこともあり、実施直前まで敵の配置に関する情報を正確に収集する必要がある。作戦の性格上、公に発表されることは多くないが、北朝鮮、イスラエル、ロシアなどは、こうした任務の特殊部隊を多数保有している。敵前強行上陸と隠密上陸の双方の要素を持つもので、 ベトナム戦争でメコン側のデルタ地帯において、ベトコンの拠点もしくは、進化となっている村落を吸収する作戦が、アメリカ海軍によって行われた。内容は、砲や火炎放射器を搭載した河川小海艇による水上からと、武装ヘリコプターコイン機による空からの援護のもと、シールズによる、小規模、散発的な上陸攻撃であった。河川やデルタ地帯の性格上、 陸地と水上が接近しているため、陸上に陣取る敵からの迫撃砲、RPG-7、機関銃などによる反撃も激しく、航空機による援護は必須であった。なお、作戦の性格から、終停だけではなく、航空機、シールズともに、アメリカ海軍の所属である。小規模な隠密裏の偵察目的のものは別として、大規模な上陸戦の実行においては、陸軍、 海軍という政治において反目しがちな組織が連動して動く統合作戦であり、あらゆる形態の戦闘の中で最も複雑なものである。よって、所属の異なる軍師間の調整を専門に行う組織の設置が勝敗を左右する重要な要素となる。第一次世界大戦のガリポリの戦いでは、このような役職が置かれなかったために統制が取れなかったと伝えられている。 上陸戦は、所属が異なる陸海空の戦力が同時進行で展開する戦術面での複雑さから、作戦中よりも作戦前の計画が成功の鍵となる。逆に、作戦中の一つの混乱が、作戦全体を崩壊させるきっかけとなる恐れもある。攻める側としては、最も綱渡り的な要素が強い作戦とも言える。 例えば、ガダルカナレ島上陸作戦で、アメリカ海兵隊は、兵力の上陸にこそ成功したものの、引き続く物資の揚陸が遅れたためにその暇に、日本軍の艦隊突入を受け、深刻な物資不足に陥った。上陸戦において、攻撃側が投入する兵力は、想定される敵兵力に比べて大幅に大きくなる。これは、攻める側にとって圧倒的に不利な条件で始まる。 戦闘であるからである。例えば当初に対する上陸戦であれば、相手の守備兵力の3倍前後の兵力を投入することが多い。アメリカ海兵隊が第二次世界大戦で実行した当初に対する敵前、強行上陸を例にとると、アメリカ軍が主勢から反抗に切り替わる初期の頃は、ウォッチタワー作戦、マキンの戦いのように守備兵力を大幅に上回る。 兵力を投入する作戦が行われたが、グアムの戦いで約3倍、イオウ島の戦いで3倍強の兵力が投入されている。一方、防衛側から上陸戦を考えた場合、攻撃側の上陸地点が最終的にどこであるかを見極めることが困難であることから、兵力を集中させがたい。例えば、オーバーロード作戦では、連合軍は、 カレー地区に主力を上陸をさせるように様々な疑瞞工作を行った結果、ドイツ軍はカレー地区が連合軍の主上陸正面であると判断し、連合軍がノルマンディに上陸した後もこれを連合軍の建制作戦だと決めつけ、カレー地区があくまで主と考え、兵力をノルマンディに割くのをためらってしまった。また、船から上陸するという性質上、 最も攻撃側が不利であるのは上陸直後の段階である。特に大規模な上陸船の場合、トーチカや鉄条網といった防衛設備で身を守りながら待ち構えている防衛側に対して無防備に近い状態で進行するため、損網が激しくなる。このため、防衛側から見ると、水際で敵を撃滅させることが望ましいが、第二次大戦のウォッチター作戦やディエップ、 上陸作戦以降の大規模上陸作戦では、上陸実行前に入念な艦砲射撃や航空攻撃を加えて敵の防御能力を奪った上で上陸するのが連合軍のセオリーとなった。連合軍と島初戦を戦った日本軍は当初こそ水際に兵力を配置し、水際に近いところで敵を迎え撃とうとしていたが、マリアナ諸島の疾患以降は沿岸や内陸で撃滅、 実際、艦砲射撃や航空攻撃では、射程や威力の問題から、水際から離れたところに構築された強固な地下、防衛陣地に決定的打撃を与えることはできないということが、ペリリューの戦いや、硫黄島の戦いで証明されている。ただし、沿岸や内陸で戦闘するということはそこに至るまでの地域を、 攻撃側に明け渡すことを意味しており、水際に重要な都市などが存在する場合などは、疾患を覚悟しなければならない。このため、前述の日本軍も、戦争末期に連合軍の日本本土上陸が間近になった際には、行政上の制約や国民の指揮への影響を考慮し、沿岸での撃滅から改めて水際で撃滅する方針に再転換している。いざりー J.A.&PA. クラウル .1951 The U.S. Marines and Amphibious O. Princeton.N.J. Princeton, Princeton Unique Press. ありがとうございます。